こんにちは、すっちです。今回は栃木県那須小川ゴルフクラブトーナメントアウトコース1番ホール、ミドルホール攻略、コースマネジメントを紹介します。こんにちは、アシスタントのパーコです。当ゴルフ場は那須小川レディスプロトーナメントを20年連続で開催していますね。コースコンセプトはちょっと難しめ。那須小川ゴルフクラブのプレーで鍛えるとスコアが良くなる、そんなコース作りをしていますよ。那須小川ゴルフクラブトーナメントアウトコース1番ホールはレギュラーティーからピンまで352ヤードのミドルホール。攻略のポイントとコースマネジメントを紹介します。トーナメントアウトコースの1番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで352ヤード、ハンディキャップ9、左ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中9位、平均スコアは 5.38、平均パット数は 2.09、100切りの人は3オン2パットのボギーが無難ですね。コースマネージメントの基本を知ってスコアアップしたい。コースマネージメントの基本は大きなミスを減らすこと、プレイヤーがするべきことはコースに潜むリスクを知ること。仮に自分がバンカーが苦手という自覚があれば徹底的にバンカーを避けること。コースレイアウトとピン位置を確認。コースレイアウトでハザード、バンカー、池、木の位置を確認し、そこにボールを入れないために自打を打ちやすくするためにどこに打っていくと良いのかを考える。ゴルフ初心者が特に覚えておきたいコースマネージメント。深いラフからは無理に狙わない。ラフにボールが入ってしまった時はあえてグリーンを狙わずアプローチの打ちやすい場所にボールを運ぶというコースマネジメントが必要。バンカーは出すだけを目標に。バンカーに入ってしまったらボギーで上がることを目標に出すだけを考えてショットしていきましょう。 OB、池やクリークは徹底的に避ける。ペナルティエリアに代表されるのが池やクリークですが、 OB エリアやこれらペナルティエリアにボールを打ち込んでしまうことは非常にもったいないと考え、できるだけ避けることが望ましいです。場面ごとのコースマネジメント。ティーショット最大の目的はフェアウェイキープ。ティーショットはより遠くで飛ばすという意識をなくし、フェアウェイキープに努める。トーナメントアウトコース1番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで352ヤード。ティーショットの攻略ポイントはロングヒッターは左バンカー越えを、そうでなければ右サイドの広いフェアウェイを狙っていきましょう。場面ごとのコースマネジメント。セカンドショットパー5のセカンドショットはフェアウェイキープ。パー4のセカンドショットはグリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。ただしそれはボールとピンの間にハザードがない場合。トーナメントアウトコース1番ホールパー4、セカンドショットの攻略ポイントはグリーンは広大なのでフェアウェイからでないと乗せるのが難しいですね。場面ごとのコースマネジメント。パッティング、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていく。ワンパットで入れたい欲を抑え、常に2パットを狙うこともコースマネジメントです。トーナメントアウトコース1番ホールパー4、グリーン。グリーンの傾斜は左から右。こんにちは、つっちです。今回は栃木県那須小川ゴルフクラブトーナメントアウトコース2番ホールミドルホール攻略、コースマネジメントを紹介します。こんにちは、アシスタントのパーコです。当ゴルフ場は那須小川レディスプロトーナメントを20年連続で開催していますね。コースコンセプトはちょっと難しめ。那須小川ゴルフクラブのプレーで鍛えるとスコアが良くなる、そんなコース作りをしていますよ。那須小川ゴルフクラブトーナメントアウトコース2番ホールはレギュラーティーからピンまで388ヤードのミドルホール。攻略のポイントとコースマネジメントを紹介。トーナメントアウトコースの2番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで388ヤード、ハンディキャップ3、1打目の落下地点は広い、2打目は打ち上げになる。難易度は18ホール中2位、平均スコアは 5.52、平均パット数は 2.12、90切りの人は3オン2パットのボギーが無難、100切りの人は4オン2パットのダブルボギーが無難ですね。コースマネージメントの基本を知ってスコアアップしたい。コースマネージメントの基本は大きなミスを減らすこと。プレイヤーがするべきことはコースに潜むリスクを知ること。仮に自分がバンカーが苦手という自覚があれば徹底的にバンカーを避けること。コースレイアウトとピン位置を確認。コースレイアウトでハザード、バンカー、木の位置を確認し、そこにボールを入れないために、自打を打ちやすくするために、どこに打っていくと良いのかを考える。ゴルフ初心者が特に覚えておきたいコースマネージメント。深いラフからは無理に狙わない。ラフにボールが入ってしまった時は、あえてグリーンを狙わず、アプローチの打ちやすい場所にボールを運ぶというコースマネジメントが必要。バンカーは出すだけを目標に。バンカーに入ってしまったらボギーで上がることを目標に出すだけを考えてショットしていきましょう。 OB、池やクリークは徹底的に避け、ペナルティエリアに代表されるのが池やクリークですが、 OB エリアやこれらペナルティエリアにボールを打ち込んでしまうことは非常にもったいないと考え、できるだけ避けることが望ましいです。場面ごとのコースマネジメント。ティーショット最大の目的はフェアウェイキープ。ティーショットはより遠くへ飛ばすという意識をなくし、フェアウェイキープに努める。トーナメントアウトコース2番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで388ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットは方向重視で左の山裾方向に打ちたくなるが、左ラフからの2打目はかなり悩ましいので、しっかりとフェアウェイをキープしましょう。場面ごとのコースマネジメント。セカンドショット、パー5のセカンドショットは、フェアウェイキープ。パー4のセカンドショットは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っている。ただしそれは、ボールとピンの間にハザードがない場合。トーナメントアウトコース2番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンへは距離感重視で、ピンまでの距離をしっかり打てれば、少しこぼれたとしても寄せるのは優しいですね。場面ごとのコースマネジメント。パッティング、常に2パットを頭に置きながらプレーをしている。1パットで入れたい欲を抑え、常に2パットを狙うこともコースマネジメントです。トーナメントアウトコース2番ホールパー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーしてください。こんにちは、すっちです。今回は栃木県那須小川ゴルフクラブトーナメントアウトコース3番ホールロングホール攻略コースマネジメントを紹介します。こんにちは、アシスタントのパーコです。当ゴルフ場は那須小川レディスプロトーナメントを20年連続で開催していますね。コースコンセプトはちょっと難しめ。那須小川ゴルフクラブのプレーで鍛えるとスコアが良くなる、そんなコース作りをしていますよ。那須小川ゴルフクラブトーナメントアウトコース3番ホールはレギュラーティーからピンまで496ヤードのロングホール。攻略のポイントとコースマネジメントを紹介します。トーナメントアウトコースの3番ホールはパー5レギュラーティーからピンまで496ヤード、ハンディキャップ15。1打目はやや右狙い。2打目前方グラスバンカー注意。難易度は18ホール中10位。平均スコアは 6.35。平均パット数は 2.0。 100切りの人は高音2パットが無難ですね。コースマネージメントの基本を知ってスコアアップしたい。コースマネージメントの基本は大きなミスを減らすこと。プレイヤーがするべきことはコースに潜むリスクを知ること。仮に自分がバンカーが苦手という自覚があれば徹底的にバンカーを避けること。コースレイアウトとピン位置を確認。コースレイアウトでハザード、バンカー、池、木の位置を確認し、そこにボールを入れないために、自打を打ちやすくするために、どこに打っていくと良いのかを考える。ゴルフ初心者が特に覚えておきたいコースマネージメント。深いラフからは無理に狙わない。ラフにボールが入ってしまった時は、あえてグリーンを狙わず、アプローチの打ちやすい場所にボールを運ぶというコースマネジメントが必要。バンカーは出すだけを目標に。バンカーに入ってしまったらボギーで上がることを目標に出すだけを考えてショットしていきましょう。 OB、 池やクリークは徹底的に避ける。ペナルティエリアに代表されるのが池やクリークですが、 OB エリアやこれらペナルティエリアにボールを打ち込んでしまうことは非常にもったいないと考え、できるだけ避けることが望ましいです。場面ごとのコースマネジメント。ティーショット最大の目的はフェアウェイキープ。ティーショットはより遠くへ飛ばすという意識をなくし、フェアウェイキープに努める。トーナメントアウトコース3番ホールパー5レギュラーティーからピンまで496ヤード。ティーショットの攻略ポイントは豪快な打ち下ろし。落ち場所が見えないので慎重にアドレスを決めたいところ。ロングヒッターは右サイドからの攻めになる。刻むときはフェアウェイ左サイドに運べばグリーンへのアプローチ角度が断然楽になりますね。場面ごとのコースマネジメント。セカンドショットパー5のセカンドショットはフェアウェイキー。パー4のセカンドショットはグリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。ただしそれはボールとピンの間にハザードがない場合。トーナメントアウトコース3番ホールパー5セカンドショットの攻略ポイントはフェアウェイキープですね。場面ごとのコースマネジメント。アプローチショット。ゴルフ初心者には最も簡単なランニングアプローチがおすすめ。ピッチングウェッジや9番アイアンを使いパターのように打ち、ボールを転がしてピンに寄せていくアプローチです。トーナメントアウトコース3番ホールパー5サードショットの攻略ポイントはゴルフ初心者には最も簡単なランニングアプローチがおすすめですね。場面ごとのコースマネジメント。パッティング常に2パットを頭に置きながらプレーをしていく。1パットで入れたい欲を抑え、常に2パットを狙うこともコースマネジメントです。トーナメントアウトコース3番ホールパー5グリーン。パッドを頭に置きながらプレイしてくださいね。明日大川ゴルフクラブのゴルフ場予約はこちらから。明日大川ゴルフクラブのゴルフ場予約はこちらから。次回はトーナメントアウトコース4番ホールについての動画を投稿しますね。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちくださいね。次回はトーナメントアウトコース4番ホールについての動画を投稿しますね。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちくださいね。